このままじゃ親父の財布から金を抜いたのがバレちまうんだよ。自業自得だろ。俺は賭けを強制したことは一度もないんだからね。本気かい、ナクナ君。出せって、出せっつってんだよ。正直な話、君にそのお金を返す価値があるとは思えないな。知ってるんだよ。